こんにちは。おはようございます。速化塾の久保です。えー、今日のですね、相場解説なんですけども、8月15日、朝4時にお送りしております。まあ、ずっとチャートの方はね、動いてない状態で、まあ、土日ってものを、開、まあ、けているわけなんですけども、今日またね、あの、夜が明けましたら、チャートの方動き始めると思います。ただ、この時間に動いてる前に、どのように今週は考えていけばいいのか、そして今日はどういうふうに、 え、見ていけばいいのかってことをあらかじめお伝えしといて、それからですね、9時なり10時なり、まあ午前中にですね、その動きを確認しながら、えー、今週、もしくは今日明日のこの相場解説を改めて追加でさせていただこうと思います。よろしくお願いします。えー、それではですね、今、月足を見ていただいてますけども、月足の特徴はもう、 前回もお伝えししたたんででよろかかったですかね通常月足っていうのは月に1回見ればいいんですけども今ねちょっと慎重に慎重に相場を見なければならない時なんで、えー、まあ動いてない月足をね、あのー、ことに応じてちょくちょくと見ながらあ確認していこうかと思います、えー、注目するべきはここなんですがぐーっとですね上昇してきてバイデン政権に代わってから倍一辺倒だったそして垂直に上ってきた このドル円のチャートです円安で、えーまあ、図表ドルに行けばね倍で持っていけばまあ損することはなかったと本当に簡単な半年間だったわけなんですがここに来てですね大きくヒゲを出して140円までの道のりがストップしました140円直前でした。本当にね 私は140円は、まあ、突破するまでもなく達成はするかと思ったんですけどもなんと140円いかずにですね下落が始まってしまいましたでこの図っていうのは大きく上冷を出してで下冷の少ない状態なんで、まあ、とりあえずね円安は止まったかなとしばらくは円安の方向につまり倍の方向に向かうことはないんだろうというふうに突き足で見て取りますただ今形成中の突き足は困なってますよね 陽線ではあるんですけども、上下に同じぐらいの幅の冷えを出してます。ですんで、もしかしたら今月から横ばいぐらいにはなっていくのかなってとことですね。急にここからね、上昇のサインを出すことはないと思いますけども、緩やかに上昇する、そんなあ見込みはあるかなと思います。そして全体的に見ていくと、全体の相場は右肩上がり、これは変わってません。これを前提に週足を見ていきます。 はい。で私相場解説しますけども、ぜひね、同じように、自分だったらどんな相場解説をするかっていうのもやってみてくださいね。そうすることによってスキルが必ず上がります。相場解説ができないってことは、このチャートから見て取れるものが少ないってことですから、やっぱ基礎の。 専門用語を戻ってみたりとかテクニカルをもう一回洗い直してみてくださいでテクニカルとその基礎用語が入っている状態でチャートを見れば何がしかの仮説ってのは1本なり2本なり3本なりね出てくると思いますからそれを自分でなんかこう声に出して言うとかねどっかに書き留めてみるみたいなことをしてで1週間なり2週間なり経った時に振り返って自分の相場解説は 結果どうだったのかなってことを見直す。これが日々の学習になりますからね。まあですんで、チャートが動いてない、エントリーする機会がなかなか見つからなくても、やることは山ほどあるわけですよ。つまりその、やることが山ほどあることをやらないと、やるべき時に何もできないってことになりますんで、ご用心ください。はい。じゃあ、週足を見ていますけども、週足の特徴、ね。一応、前回のサンバガラスももう一回言っておきましょうか。ここでサンバガラスが出てるでしょ。サンバガラスが出ているんですが、 通常でしたら下落がここからボーンと起きるんですけども私は下落が起きずに反転して N の字を書いて上昇すると言ったのはこのサンバガラスの3つの陰線に下髭がバッチリ出ていたからなんですよでそれが見事に当たって、えー、急速に倍に入りましたよねそして140円に向かうことこれが確信できたわけなんですねでこういったテクニカルの手法を組み合わせることによって解読することによって 正確に下に行くのか上に行くのかってことが見分けることができるんですよつまりエントリーを逃さないってことになりますおそらくテクニカルを軽くかじった程度でしたらここのサンバガラスその後に下落が始まると思ってつまりは行動の限界点をここに感じでですねでセルの方にエントリーすることを選んでいったと思うんですよ ところが私はここをきっかけに N の字を書いてさらに高くいくと思いましたんで自信を持って倍そして追撃ができたわけですよねここが大きな利益が取れた点ですところが今度はですねこちらですあれ今度はこちらで私が行動の限界点を誘ったのは一つ大きな要因として陰線と要線が横並びで大体同じ、えー、大きさになってますよね上下の長さ これはですね、転換を示すことが多いんですよ。特に V の字転換です。ですんで、ここから下落が始まるんではないかなっていうふうに考えたんですよ。プラス、ヘッドショルダーまで見ていました。私はね。こういうふうな形で。はい、ヘッドショルダー、ネックライン、ネックラインと頂点までの距離と同じぐらいが下がっていく。ここまで下落する。というふうに見ていました。ね。この2つの陰線陽線が出た瞬間に、ここまで。 先のここととがイメージでできますすかってことなんですよでもちろんこうイメージしたからといってその通りにならないことも多いですですのであその通りになってないなってことがここで気づけるわけなんですよね、うん、でも仮説である程度先を何種類かのパターンで見通せることが相場解説ですからそして第1仮説第2仮説第3仮説というふうに、えー、立案してですね 本当にそういう風うに動いているのかっていうのを日々確認していって、あ、動いてるなと思ったらエントリーも自信を持ってできるわけです。高い確率を持って利益を確定することができて、損失をこむることがないってことなんですよ。でもこの先何が起こるのかわかんない。わかったとしても長期的展望が見れない、中期的展望が見れない、ましてや目先の展望を見れないともなると、どうやって FX で利益を取るんですかって話になりますんで、テクニカルの学習が必要です。で、テクニカルの学習の中にはこうやって補助線をね、 日々弾いてみたりとか自分なりの仮説を立ててみてそれを検証するなりってことが力がつくまでは絶対いるんですよですんで基礎用語を覚えたテクニカルを覚えたその次にやることっていうのは補助線をいっぱい引くことそして是非その補助線をね分かる人に見てもらうことこうやって採点自分の力をどんどん確かめていってくださいえそしてですね補助線が引けましたらそこに自分なりの解釈をつけるんですよ 今までの形からこれからの形を予測するわけですよね。その予測が実際どうだったのかってことは、一週間後とか二週間後とかわかるわけじゃないですか。それをやっぱり振り返って検証するってことを考えたら、あの FX でやることがなくなるってことはないんですよね。うん、エントリーできない、そんな期間はあります。だからこそやることがたくさんできるわけですよ。 でもうね右肩上がり一辺倒でエントリーをバンバンしていくしかない決済をバンバンしていくしかない利益ばっかり取っていく利益確定の日々だ時はこうやって振り返って検証とか将来予測っていうのはあんまりできないわけですよまあ楽ではありますけどもね楽で利益が取れてる時はちょっと勉強ができないし苦しくって、えー、なかなかエントリーできない時は勉強がたくさんできるしって感じで、えー、常にね力をつけるか利益を取るかどっちかに、えー、FX の学習っていうのはね 経験というのはなっていくわけなんですよねはいじゃあ実際にこれからの動きどういうふうになっていくのかってことを日足を見ながらお話していきます、はい、一応ね行動の限界点はここまで来ましたんで140円の直前で倍の流れは終わったかなってことなんですよでこれからはれやかな横ばい横ばいですね横ばいに入りながら少しずつ右肩上がりを進めていくんではないかなっていうふうに考えるのは先週も散々からお話した通りでございます えとレンジとねトレンドが組み合わさった形っていうふうに言っても思い出せるかもしれません、はい、じゃあ4時間を見ていきましょうか、はい、4時間ではねこの1つ目のポイントはここですよね2つ目のポイントはこの辺りですねここを結んでゆるやかに回復気象にあるんではないかなっていうふうに、えー、安値の方を見ていきます高値はいまいちちょっと確定しにくいんで、えー、どこまで上がるか分かりませんけども 例えばねこういうふうに線が引ければいいんですけども線が引くところが今のところないんですよ。ないんですよねこれはね。どっちかっていうとう右肩上がりのトレンドを示しているのとあの横ばいですよね。そのムードが組み合わさってますんであの高値っていうのはなかなか決めがたいんですよ。もしかしたら高値が落ちてくるかもしれないんですよねこういうふうに。で三角形を描きながら何となく安値だけはどん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 切り上げていくっていう形になるかもしれません。 まあですんで、はっきりと、利益の取るエントリーをどん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 していくっていうふうにはなりません。ね。だから動きをよく確認しておいて、それでも入れるところありますんでね。入れるところを探していくってことになります。で、1時間を見ていきます。はい。1時間ではね、えー、もう一回確認しておきますけども、材料がここにあって、大きく上に、えー、ボーンと上がりました。そして、えっ、ー、と、レンジの、 第一フェーズがここです133円の110から134円の554こちらの方にいましたけどもそれが材料があったことによってここに変わったわけでしょ、うん、で内閣の発表があってドーンと落ちたわけでしょで現在どうなってるかっていうとこの材料の反値戻しが起きてるわけなんですよつまりは右肩上がりが緩やかに進んでいていずれこのフェーズに戻ってきますこの辺フェーズにね 戻ってくると、えー、今週はそうなると予測しますね。ですんで、まあ、エントリーがね、単純にすぐで,できますってわけではないんですけども、とりあえずはまあ横ばいでスタートして、えー、資金の流れっていうのは緩やかに右肩上がりになるんではないかなっていうのが、今日のところ、今のところ言えることです。まあ、ですんで、ここでエントリーしようぜっていうエントリーポイントは見つかりませんけども、多少時間をかけてもいいんだったら、倍でですね、えー、前年戻しするところまで緩やかに戻っていこうかなっていうところです。 ただし、緩やかに戻っていくときって、下にもね、触れるわけですから、その時にロスカットを食らっちゃったりとかするリスクがあります。ですんで、まあね、今週、まあ今日明日、どうしてもエントリーしたい場合は、普段よりもロットをちょっと落としてですね、一時的に。それで試してやってみるのがいいかなと思います。もちろん、うん、あの、ロットを落としちゃうと、結局は大した利益になりませんから、それだったら割り切ってね、もうエントリーはせずに、あの、相場解説だけ、 相場の予測だけしてていいいいいくっていう方法でで、もいいと思いますよで。利益の取るポイントは必ず来ますからあそれはどこかっていうと一つの方法としては、えー、レンジの幅がですね、えー、とこ,こ,ここのね2つ目のレンジから3つ目のレンジに変わる時ですよつまりここをブレイクして上昇する時はある程度の波で突き抜けると思いますんで多分他の投資家さんもここをね狙ってると思いますからね そこがまあぼんやり見える一つのエントリーチャンスじゃないですか。ただこれもそんな焦ってする必要はありませんからね。トレンドが発生した時に私たちはブレイクアウトをするわけですよ。もしくはトレンドに乗ってエントリーして、あとはもう今年の上半期だったように楽勝で倍ばっかり取っていく。もしくはセルばっかり取っていくみたいな感じです。 それが第一ですよ。で、小刻みにバイやセルを繰り返して取っていくっていうのは結構難しいですからね。あの、FX のイメージとしてはそっちなんですけども、それはもっともっと先のことです。最初はブレイクアウトしてブレイクした方向についていく。もしくはトレンドの発生した方向についていく。うん。これが一つ目です。二つ目はレンジ内オプションを取ることですよね。レンジ内で、もう何度も言いますけども、ちょっと黄色で書きますよね。上の水準に触れたらセルを入れて、下の水準に触れたらバイを入れて、 上と下どっちに向かう方向でも取っていくって形ですよねただしレンジインオプションを取る場合はレンジの幅がですね70ピップスぐらいないとこれできませんので、えー、レンジを正確に引けるようになるっていうのが一つの技術として求められますはい,いささか講義みたいになっちゃいましたけどもうーんとりあえず今週はですね緩やかに右肩上がりになっていくけどもエントリーをするほどではないかなってことですよね エントリーするにしても結構時間かかりますので、もしかしたら日をまたぐ可能性があるんですよ。で、そうなると、お逆にセルの方向に向かってロスカットを食らうリスクも出てきますんで、まあ、エントリーをどうしてもしたいよ。リスクは被れるよって方は、えー、ハで行くとかね、普段の。羽ンで行くとかすればいいと思います。で、そうじゃない方はデモで見ていて、自分なりの仮説を 今週立てていく。そしてそれが本当にそうなるのかを検証していって、そうならなかった場合は、なんで自分の仮説と現実のギャップがあるのかってことを確認したり、私の方に質問していく。もしくは、私の相場解説をね、見て、えー、確かめていくってことにしてください。はい。それではね、本日月曜日の放送は一旦以上です。また、チャートが動き出,動き出しましたら、お話ししていこうかと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今週も頑張っていきましょう。